前の言うことを信じてもいいのだな。もちろん、もちろんだとも長老。我々の研究は完全だと、完璧だと、大船に乗ったつもりでいたまえ。と、船がなかったところで溺れもしないか、あなた方は。しかし、なぜ陸の人間が我々に加担する？何のつもりだ？それはとてもとても単純な理由だよ、長老。我々が信じる神もまた、あなた方が信じる神と同じなのだ。そうだ、そうだと。我々は姿こそ違えど、同胞なのだ。大体にだ。仮に我々が何かを企んでいたとしてもな、何か不都合なことでもあるため、あなた方は自らの領地を取り戻し、我々はこの儀式で魔術師としての位階を上げることができる。そうさ、これはお互いのためなんだよ、同志。分かった。お前たちを信じよう。いやあ、喜ばしい。実に喜ばしい。あなたが理解のある人で嬉しい限りだ。大丈夫。あなた方の期待は決して裏切られない。そう。我々、ブラックロッジに任せたまえ。所詮、頭の中身はまるっきり魚と同じということだな。まあ、せいぜい踊ってくれたまえ。自ら神の犠牲となるんだ。何の不満もあるまい。ナレーションの割には随分とヘタレてますわね、大樹寺さん。いや、人の脳内を勝手に読み取らないでくれるかな。はあ、あっつい。暑くてしぬる、とろける、ドロドロ。もっとシャキッとしてくださいまし、大樹寺さん。これが仕事だということを忘れましたか？海水浴場で怪事件だって？はい。ここ1ヶ月余りでしょうか、私ども波動財閥が所有しているリゾート地にて奇怪な事件が相次いでいるのです。ここが問題の土地、インスマウスです。
インスマウスは数年前までは単なる寂れた港町に過ぎませんでした。しかし大旦那様、初代総帥であられました構造様が海水浴場の開発に着手して以来、インスマウスは大きく発展しました。今では合衆国有数のリゾート地として名を挙げております。インスマウスか、知ってるよ。行ったことはねえけど、つうか大体行く金もなかったけど、うつだ。そのインスマウスで一月ほど前からでしょうか、事件が相次ぎまして、船の難破や観光客の失踪、少々ことが大きくなっておりまして、頭を悩ませている次第です。しかもそれらの事件には奇妙な噂がつきまとっています。噂？怪奇現象に類する噂です。夜中に何やら不気味なうめき声のような呪文のような声が聞こえる。海岸で巨大なカエルのようなものの群れが出現する。海面に明らかにクジラのものとは違う巨大な魚影が浮かび上がってくる、などなど。単なる噂ならば良いのですが、事実似たような目撃証言も届いております。これは偶然とは思えません。確かに怪しすぎるな。こういった奇怪な事件は今や大十字さんの専門ですから、調査を依頼したいのです。それにアルアジフの断片と関係があるのかもしれません。つう話なんだけど、実際のとこどう思うよ、アル。わらわの断片が散ったのはこの町だ。いくらなんでも離れすぎている。まあ、しかしどうも引っかかるものが。そうだな、このまま放っておくのも後味悪そうだし。わかった、姫さん、この仕事を受けるぜ。お願いいたしますわ。それでなんだけど。はい。報酬の方なんですが、できれば別途に。大十字さん、あなたは今まで倒壊させたビルの数を覚えてらして。おお、最高の笑顔でさらりと脅してるね、あんた。ごめんなさい。つうわけで分かってますよ。はいはい、仕事仕事、これはお仕事です。だーらだーら死ねる。言ってる端からだらけないでくださいまし。やる気は出そうとしてんだけど、俺のように人生の裏街道を歩んできた人間にこの太陽光線の誠実さ加減は正直きつすぎる。とにかくしっかりしてくださいな。あなたが頼りなんですから。こういう理不尽極まるキテレツ事件は。俺の方からも姫さんに突っ込みたいことがある。ん？何ですか一体。そうだな、なんて言えばいいかな。つうかさ、そういうあんたはなんで遊ぶ気満々なのかな。場所でいつものドレスなんて着てみなさいな。ただでさえ暑苦しい上に周囲から思いっきり浮いてしまいます。そんなの単なる変態じゃありませんか。そういう問題かよ。だいたい羊さんたちはいつも通りの格好じゃねえか。当然です、ウィンフィールドは羊ですから。ええ、羊ですので。
そして私たちはメイドですから。メイドですから。理由になってねえ。どうかなって思うけどな。けどメイドやし。うん、諦めろクロ。所詮戦いのただ中に身を置かぬ輩に戦場の心構えを期待するだけ無駄なのだ。つうかお前もだ。うゆ、目立ちすぎないためと海における活動性を吟味したゆえの選択だ。断じて浮かれておるわけではない。いや嘘だ。だって妙にキョロキョロソワソワしているもの。あ、お前今海の家を見ただろ。思いっきり浮かれまくってるよ。やれやれ、慣れの妄想癖には困ったものだ。とか言いながら目そらしてんじゃねえよ。浮き輪まで用意しやがって。てきりり、クロ早く泳ごうぜ。早く早く。ダメよみんな、クロちゃんはまだお話中みたいだから後にしようね。って、どこから湧いてきた部外者。ひどい。私たちを仲間外れにして自分たちだけで楽しもうだなんて、プンスカです。プンスカとか言ってんじゃねえ。遊ぶときは大勢で騒いだ方が絶対に楽しいんだよ。だからほらほら、クロちゃんももっと楽しそうにする。なんかどうでもよくなってきた俺。もうしっかりしてくださいな。お仕事が終わったら休むなり遊ぶなり自由にしていいですから。経費も私の方から出します。ですからちゃんと働いてくださいませ。行くんだよ姫さん。ホテルにいます。何か報告があるのならそこに。俺には働かせておいて自分はくつろぐつもりかい。だってこんな強い日差しにさらされていたらお肌に悪いですわ。史上稀に見る傲慢かつてめえ勝手な回答をさも平然と。では大十字様ご検討を。この前ので好感度を上げたような気がしていたのだが、錯覚だったか。根っからのわがまま傲慢傲慢娘だからな、あれは。さあ立て、我らだけでも真面目に動こうではないか。随分と前向きだなお前。
ず海に来たからには焼きそば、かき氷、スイカ割り等は基本中の基本と言えるだろう。お前、浮かれているだろう。だからそれは慣れの妄想だ。いや、今のはどう考えても決定だな。わざわざ海まで来ておいて磯辺焼きもやたらまずいラーメンもなくして何の意味があろうか。こんな時まで貝の相手をしていられるか。逆切れかよ。そうね、じゃあとりあえずみんなでご飯を食べに行こうか。おうわーはーい。おお、ちゃっかり仕切ってるし、だから遊びじゃなくて仕事だよ俺。どんまい。わーい、いざ自分がやられるとすげえムカつく、それ。
状況に流されすぎ、俺。どうしたの？秋田ならビーチバレーでもする？そうじゃなくて、我が主ながら情けない。テケリリ、わーい、わーい。すいません、ボール取ってください。あ、はいはい、ありがとうございます。で、大十字クロー、ブラックロッチ、しかも正体がバレてる。なぜだ。分からんでた。お知り合いですか。いや、気づけよ。クロ、え、こら、待ちやがれ。あ、ちょっとクロちゃん、アルちゃん、なんだなんだ、慌てってからに一体何がどうしたであるか。取りに行ったボールはどうしたのであ、十字クロー、それにアルアジフ、変態科学者。やっぱりてめえの仕業だったか、ドクターウエスト。人の迷惑も顧みないで好き勝手やりやがって。今日という今日は勘弁ならねえ。な
何いきなり現れるなり言いがかりつけてくるのであるか。まったく訳がわからんのである。ざけんな、しらばくれんな、ばくれんな。ネタは上がってんだ。全部てめえの仕業だろうが。さっさと白状しやがれ。そして死ね。何の話であるか。我が輩どもはただ慰安旅行にやってきただけである。何でもかんでも人のせいにするなである。どこの世界に慰安旅行なんか行う悪の秘密結社があるか。バカも休み休み言いやがれ。悪の秘密結社は慰安旅行してはいけないという法律がどこかの州にあるのであるか。いつ制定されたのであるか。何年何月何日何時何分何秒地球が何回回った時。貴様。おい、クロ。アル、マギウススタイルに変身だ。こちらをぶちのめす。よりもな。何してる。急げ、アル。そこに立っていると危ないぞ。久しぶりだ、ロボ。マイダーリン。うわあ。エルザか。人が気を取られている間に不意打ちとは卑怯だぞ。